達也くん、どうしたの？論文コンペの資料を集めに来ました。ああ、そういえば凛ちゃんのお手伝いに指名されたんだったわね。こんなところで立ち話してちゃ他の人の邪魔だし、中に入ろっか。ええ。達也くんには急な話だったと思うけど、今回のテーマは凛ちゃんにとってコンペの勝ち負けにとどまらない意味を持ってるから、よろしくね。はい。市原先輩は今回のテーマに何か特別な思い入れがあるんですか？魔法師の地位向上。魔法を経済活動に不可欠なファクターとすることで、魔法師は本当の意味で兵器として生み出された宿命から解放される。重力制御魔法式熱核融合炉はそのための有力な手段になるって凛ちゃんはずっと言っているわ。今回の論文作成はそのための具体的な第一歩なの。驚きました。市原先輩が全く同じことを考えていたとは。え？達也くんも？こんなマイナーな思想の持ち主が身近にいるとは思いませんでした。ふーん、よかったわね、凛ちゃんと気が合って。いえ、別に気が合うとか合わないとかいう問題ではないと思いますが、市原先輩と俺では方法論が全く違うようですし。でも基本コンセプトは同じでしょ？達也くんって実は凛ちゃんみたいなのがタイプなの？は？こんな美少女と肩寄せ合ってお話ししてるっていうのに全然手を出す素振りもないと思ったら、ごめんね、お姉さん子供体型で。俺に露出性癖はないんで、監視カメラの前で女性に手を出したりはしませんよ。じゃあカメラや人目がなかったら？もちろん先輩の末膳なら遠慮なくご馳走になります。